でもちょっと東京駅の方までずっとね歩いていこうと思いますね。歩いていかないことはないと思うんでね、まあ、普段から足腰鍛えてますから、まあ、なんとかなるでしょう。楽勝ですね、銀座から東京駅まで歩くのは。どうだろう、自宅から札幌の自宅から札幌駅までも歩かないで来ちゃうのかな、そんな感じですね。風がやったら強いんで、ボー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 言って声入ってるかな、ちゃんと。お、ハトバス？あ、ハトバスだ、ハトバス。ねえ、こっから市内観光のあるでしょうかね、バスが出てるんでしょうか。ずら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 、これ、並んでますね。はい、というわけでね、ちょっと右手の方にちらっと映ってますけど、ね、東京駅見えてきましたね。あー、この辺はやっぱりビル街、まあ当たり前なんですけど、ね、日本の中心都市っていうこともありましてね、すごいですね、高い建物ばっかりでございますね。まあ、東京はやっぱり高い建物に似合うよね。ちょっと札幌だと何ていうのかな、こう合わないと言いますかね、あの景観に合わないというか、あんまりニョキニョキした建物合わないんですけど、まあ周りはねほとんど高い建物なんで、まあそういうふうにね見えるんだと思うんですけど、え、これそうだよね、東京駅だろ、違うのか。はい、この辺は50分の1秒シャッターで、僕の手ぶれひどいからきっとにじみが大量に発生してるんじゃないかって危惧してるんですけど、どうでしょうか。はい、東京駅はね正面に見えてまいりましたね。おお、なんかね思ってたより小さいかも。あ、こんなもんなんだ。へえ、あれ、あ、そうなのね。ですね、札幌駅よりはちょっとでかいんですけど、高さは低いしね、えちょっと意外にちっちゃいんだなっていうのが、うん、来てみて分かりましたね。あ、これが噂のあれだな、天皇陛下様がご乗降なさる特別の入り口ですね。一般人の入れないとこだな。ははは、は、なるほどなるほど。あ、やばい、雨降ってきましたね。なんということでしょう、ね、ちょっと残念ですけれども、にわか雨かな。あ、ちょっとどうですかね、ご覧ください、レンズにちょっと雨ついちゃったかな。はい、これが東京駅でございますね。え、いや思ったよりね小さいですね。あの、僕イメージもっとでかいと思ったんですけど、意外と小さいです。はい、はい、ちょっと雨がねバラ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 降ってきましたね。はい、ご覧ください。ちょっと全体収まるにはもっと下がんないとダメですけどね。あ、なんかね思ったよりは小さい。うん、はい、東京駅でございます。着きましたね。かっこいいね、でもね、かっこいい。もう札幌駅なんかよりは全然かっこいいことはかっこいい。なんかロマンあふれるね、なんか大正時代を思わせるような、そんなね感じの建物です。かっこいいですよ。はい、HDR 撮影ですけれどもね、どうでしょうかね、こういう時にちょっと HDR の魅力が発揮されるんじゃないでしょうかね。東京駅でございます。濡れ具合どうですかね、虹にちょっと出ちゃってるかな。全てちょっとオートで撮ってますけど、ややアンダー気味ですかね。はい、こんな感じで東京駅でございます。はい、東京駅の地下街なんですけど、もうめちゃくちゃすごいです。ちょっとね今目指すお店屋さんの方向かって歩いてるんですけどね、いや、ものすごい人ですね。今日平日なんですけどね、今日金曜日で、まあ、さすが東京ですね。札幌の土日でも地下街こんなに人混み合わないですよね。ちょっと気抜くとね人とぶつかっちゃうんで、ね、気をつけないとね、よそ見できないですね。
もう行列の店ばっかりですね。すごいや、これはやばいぞ。東京にもねラーメンストリートっていうのがねありまして、ほらアジサイなんてね、北海道から出店してる函館の、はい、奥の方に見えますかね、ありますね、アジサイさんも出店しております。でこっち側の方に入るとね、まあ、多分有名店さんばっかりだと思うんですけど、私がねちょっと食べたのがね、もう長蛇の列になってます。もう間もなくね、六里社さんっていうのかな、あのつけ麺なんですよね、ここですね、はい、ここのね、もうめちゃくちゃ味良かったですね。はい、こんな感じでね、まあね、ゆけちゃん東京版ですね。地獄で仏だぜ、 JT さんありがとう。いや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 、東京駅のこれ地下街なんですけどね、だいぶにじみが多数発生してると思いますけど、いやすごい人だわね、やっぱり日本の首都だけあるね。いやすごい人です。まあ左右にね、いろんなあのキャラクターショップって言ったのかな、もういっぱいありますね。ちょっと中入るから、すごい人ですよね、もう圧倒されちゃいますね。自分がどこ歩いてるかもわからないぐらいですね。まあ見てるだけで楽しいね。あ、これ大丸に入ったのかな。あ、大丸なんですかね。どうなってるんだろう。なんかいろんな施設が複合的に絡み合ってますね。これ大丸の食品さんですかね。はい。はい、ね、大丸の食品売り場ね、ちょっとぐーっと歩いて値段をね全部いろいろチェックしてたんですけど、そうですね、やっぱりね札幌よりはね、そうだな、1割から2割価格がちょっと高いかな、はい、そんな印象でしたね。まああとね、この5時半ぐらいになって札幌だとさ、あの2割引きとか3割引きのステッカー貼るんだけど、さすが東京だね、そんなの2割引き3割引きなんてステッカー貼ってるのは、まあ、たまたまなのか一件も見ませんでしたね。でもあれかな、もう少し6時過ぎとかになるとあれかな、貼るのかな、ちょっとわからないですけどね、その辺ね。まだこれだけ人がね入ってるんで、まあ、割引する必要もないんでしょうね。はい、ということで大丸とそっち側が地下鉄丸の内線って書いてあったら、まあでもですが東京駅、まあなんか歩いてたらなんかいろんなこういうなんちゅうのかな、通路にお店がジャガスカジャガスカあるんで、なかなかね見応えがありますよ。はい、そうね、なんかどこまでもお店が続くといったらいいんでしょうかね。いやー、やっぱりすごいもんだね。はい、ということで、第1日目東京旅行ね、今日は東京駅までだな。で、これからね、ちょうどラッシュ時間帯になると思うんですけど、山手線をね利用しまして、宿泊先の駒込までね、ちょっとね足を運びたいと思います。はい、東京駅のね地下に歩いてますけど、これから山手線ですね、4番線で内回りだな、駒込方面は。
いやーすごい人だな、こりゃちょっとやばいぞ、札幌駅ではこんなね光景見れないですね、すごい人だなおい、なんかうじゃうじゃ、あ、こっちか、あ、これだね、これですね、4番ですね、さあ通勤ラッシュ味わうか、うわすげえ人、やばくないっすかこれ、はい、今ホーム並んでるんですけど、思ったほどね内回りというかね人いないですね、ただね外雨だな、はい、雨の音がねバシャ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 落としてますね、完全な雨ですね、はい、駒込駅に着きましたけどね、なんかいっぱいお店屋さんあるね、パン屋さんもあるな、あれコンビニって周りにあるのかな、はい、駒込駅出ますとね、はい、正面にローソンがちょうどありますね、ラッキーですね、餃子屋さんもあるな、気になるな、夜食いに来るかな、